カッコ3、二次不等式の解放についての問題です。公認の問題なので、このようにヒント代わりに二次関数 y コロ x 乗マイナス x のグラフも与えられていますが、どうしてこのグラフが必要なのか、そういうところからしっかり理解できるようにしておきましょう。そうしないとやっぱりね、対応するのはきついかなと思いますんでね。で特に公認の後、大学入試とかを考える方は、二次不等式は一つポイントになるところです。しっかり理解して、まあ、集中して勉強しておいてもいいくらいかなと思いますね。 でまあ、二次不等式の解放を考えていきましょう、x 小マイナス x 小なり0。一次不等式のように移行してとかそういう形では解けません。事情があるからなんですねで、何をするかというと、まあ、この問題のヒントでも与えているように、こちら側、左辺を y イコールでとって、y イコール x 事情マイナス x のグラフを考えて、そのグラフで解きます。 ですが、えー、そっちの方向じゃなくて、これね、因数分解します。x かっこイい x-1。で、そうすると、y イコール0とすると、x かっこイい x-1 が0だから、x が0と1と出ますね。これは、このグラフにおいて、まあ、これ、事情の係数がプラスだから、この上、えー、上開きの、上開きのグラフですが、 x が0のときと1のとき、y が0ということは、x が0のときと、一、えー、もうちょっと大きくとるかな1のときに y が0だから、この2つの点を通るってこと。で、グラフはこのような形なので、こうなりますね。で、このグラフが y イコール x 次乗マイナス x です。で、今考えたいのは、この x 次乗マイナス x まあ、y イコールというか y でもいいですが、それが小なり 0, 0より小さい範囲ってこと。0より小さいのどこになってるかって言ったら、こっから下ですね。この部分が、この x 乗マイナス x が0より小さくなっている範囲です。ってことで、答えは0から1ということになります。で、回答にするときには、ここにが x だと思って、 この3つを順番に並べていって、0、小なり、X、小なり1とすればいいです。でここイコールが入ってたら、これ黒丸とか塗りつぶしたりとか、そういう区別も必要です。で選択肢の方でも、えー、丸1番、0、小なり、X、小なり1とあるので、これが正解になります。